ミゼルです。桑田さんも今日派手だと思うんだけど、負けてる。負けてますね。いやもう麗しさに美しさにも負けてますけれどもね。じゃあ早速ですね、この、お城に住んでらっしゃるというマルス・ミゼルの皆さんに。本当か？みたいよ。ちょっと聞いてみましょうか。じゃあ、ガクちゃんから。来ましたよ。お城から。ボーカルのガクちゃんはお城に住んでらっしゃる。そうですね。やっぱちょっと喋り方が違いますよね。好み？え、好み？あ、もう素敵な方はね、本当そうですよね。僕も好みですよ。あ、テラさんも後で教えていただいて。冗談です。星子さんの方ですけど。あ、私も好みですよ。はい、ボーカルのガストさんです。そしてお次は、ギターのマナさんですね。マナさん、暑いですね。あれ、嘘。マナさんはもうね、うるわしいですよね。はい、マナさんですけども、さて、ベースの結城伯爵。結城さんは何県に住んでらっしゃるんですか？何県出身なんですか？下の方で。下の方で。日本じゃないんですか、もしかして？次行きましょうか。はい、そして、ドラムの神さんですね。神さん、こんにちは。こんにちは。まともですね。まともですね。よかったね。あの、カミさんまともなんですか？ちょっとまともです。ちょっとまともですか？わかりました。コウちゃんはいつも泣いてらっしゃるんですか？最近よく泣きますね。悲しいことが多いですよね。多いんですよ。でもみんなこうライブやるとき豪華でしょ、すごく。そうですね、すごく。ただいま全国で行われているショックスのイベント、ホット&ショックウェーブ95の最終日、今月8月11日日曜日、川崎クラブチットでラクリマ・クリシーとかシズクとかシャズナ・キルスレードとかに出演するんですよね。そうなんですね。ね、どんな感じになりそうですか、かっちゃん。そうですね、いろいろ面白いバンドも集まるんで、僕らも面白いんで、きっと面白くなるんじゃないですか。簡単ですね。一言で言うと面白いんだ。面白いということでね。あ、そうですか。そして昼はホットウェーブの無料ビデオコンサートで。あ、そうですよ ね、マリス・ミゼルが3月に出演してくれた模様もあって、です。マリスずくめですね。マリスずくめ。そしてもう一つの情報ですけれどもね、10月10日にシングルをリリースされるということで、これは何ていうシングルなんですか？マシェリーです。マシェリー、あのフランス語の私の愛しい彼女みたいな。そうです。マシェリー、いいですね。気に入りました。お気に召しました。おい、腰が出てるとパチ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 。だってもうかっこいいんだもん。みんななんかキラキラなんだもん。あ、そうですか。で、どんな感じの？マリス・ミゼルのボーカル変わってからの新しいマリス・ミゼルの1周年記念として、ファンに捧げる愛しい君たちへという爽やかな歌です。なんかあのファンクラブの名前もマシェル。そうですよ。あ、そう。あ、なんかね、麗しくてちょっとドキドキしちゃうんですけどね。もう一つ情報があるんですけれども、いろいろなライブイベント告知があるということですよね。それちょっと表にして見せていただきます。はい、ここに出ます。違う。お約束を。ツアーがあって、今仙台はもうソールドアウトしちゃったんですけど、ここはまだ残ってるんで、ぜひ来てください。これを見た職務すごいですね。まだマルス・ミゼルを感じたことのない人たちで、そして今までもこれからも応援してくれてる人たちに、新しいマルス・ミゼルの世界を一緒に、僕らと一緒に感じてください。ということで、マルス・ミゼルの皆さんでした。どうもありがとうございました。